はい、どうも皆様こんばんは、キチガイです。今日ね、というかね、最近ね、これを何か見つけましたというか、身内がもらってきました。なんかこんな感じでギターっぽい感じでできるみたいです、はい、一瞬ね、なんか素人によるゴミクソギター講座っていうね、動画をね撮ろうと思ったんですが、なんかつまんねえかなと思って却下です。はい、このギターはこれで終わりです。はい、いや、皆様もね、お気づきの通りね、私今日ヒゲがすげえ濃いんですね。濃いんです。はい、なんせね、とある有名サイトでさ、なんとかゾーンってありますよね。なんとか〇〇ゾーン、〇〇ゾーンさんにね、シックハイドロのヒゲ剃るやつあるでしょ、ヒゲ剃る髪剃り、あれをね、お急ぎ便というかね、急ぎで注文しまして、今日それが来るはずで、なので私いつもね、風呂入る時にね、ヒゲ剃るんですが、まあそれ来るからええか今日はと思って、とりあえずそれが来てからね、ヒゲ剃ろうと思ってまして、今日のお風呂でね、ヒゲ剃りしてません。そしたらさ、今日中にその注文したやつ来ねえし、おいひーと思って、もう一回言います、おいひーと、勘弁してくれよと。はい、あと何がやばいかって、こっちの方に LED ライトが映ってるでしょ、これもやばいでしょ。はい、なんかあのエイリアンみたいな、ターミネーターみたいな感じですけど、今日はこれでお送りします、そのまま。はい、いやー、ほんとね、ターミネーターです。はい、改めまして、なんかさ、最近とある大学生がさ、何人かで立ち入り禁止スポットに入ったみたいでね、肝試しっていう名目で、それで書類送検食らってますよね。いや、まあわかるな、学生時代さ、若い集団で群れで、やっぱりこうそういうところにさ、行きたいよね、行きたいじゃん。まあ気持ちわかるんですけどね、やっぱ立ち入り禁止っていうところに、ね、入ったらまずいですよね。はい、それはね思いますね。あと私ハゲてます。はい、あとなんかいやー、今日テンション間違ったかな、本当はもうどうもーとかこんな感じでね、動画撮りたかったけどね、今日ちょっとハイテンションではなくローテーションというかね、そんな感じでお送りします。あとね、なんかその気持ちを少しでも上げるためにね、ちょっとねヘアスタイルをね、今からこれにいきます。これで、私ね、若い頃ね、ここの髪が生えてなくて、まあ今もねちょっと危ういですけどね、危ういですが、まあ昔よりはね、ここ生えてきて、今はそんなですけど、昔はさ、もうMG ハゲというか、こんな感じでね、なんかベジータみたいに、ね、なってましたんで、その昔のね初心を思い出すためにね、今日はベジータのスタイルでいきますね。ベジータスタイル。はい、はい、いやー、これ多分後で皆様じわるはずです。ずっとこの辺見てください、後でじわると思うんで。はい、うん、ってことでね、これ使おうかな、やっぱり、いや、やめよう。はい、だからさ、気持ちは分かるけどさ、気持ちは分かるけど、やっぱその立ち入り禁止だからダメよ、入ったらっていうね。もう今日もね、あのゴミクソ動画をねお送りしまして、見てくれた方ありがとうございました。またね、こんな感じで明日も喋っていこうかなと思います。よろしくび。